はい株式会社アソシエイトの本田と申します私は相馬の思いで有名な南相馬市の前ですそんな南相馬市に津波を襲いましたそして福島第一原発が水素水素爆発を起こしましたその結果16万4860名の福島県民が避難いたしました 震災から間もなく10年、でもまだ4万に近い福島県民が戻れていません。私は戻れる環境を作りたいのです。ハード面の復興は進んでいます。でもソフト面の復興はまだまだです。特に医療関係、双葉軍の現状はこんな状況です。 病院6件が1件、診療所48件が11件、歯科診療所26件が3件に減りました。これを解決するには、多職種連携による地域包括系が必要不可欠です。多職種連携システムはこんな形です。 多職種連携による地域包括ケアをする面には、スマートヘルスケア医療の仕組みづくりがキーになります。スマートヘルスケア医療とは、主にスマートウォッチで生体情報を取得することで、健康状態を改善するための取り組みです。お客様が受け取る価値、それは地域住民の命と健康を守る 医療連携プラットフォームを作ることです。他社との競合他社が進めているシステムより、我々はコストパフォーマンスが優れています。我々のシステムはゼロから作るのではなく、本事業のパートナーが開発したシステムを使うことが可能です。今回、近い将来、見守りロボットを共に開発していただける事業者、 また安価なネットワークシステムを共に進めていただける事業者また今回の事業に投資をしていただける事業者を求めておりますまだ国内で住んでいないスマートヘルスケア医療の仕組みづくりを福島県の被災地からスタートさせますぜひ皆様のご協力よろしくお願いいたします